ターザン後藤は、日本のプロレスラー、元大相撲力士。本名、後藤正治。中学校を卒業すると九十部屋に入門。後藤の執名で1979年3月場所に15歳で、初土俵を踏む。同部屋の同期には、後の横綱、北東宮、小結、高野富士がいる。しかし同年11月場所限りで廃業。最高位は、序二段95枚目。 島田市出身者では、初めての力士だったらしく、当時実家にも地元マスコミの取材が来たという。大相撲廃業後は全日本プロレスに入門。1981年2月19日に、福島県両前町民体育館の腰中、史郎戦でデビュー。数年間ジャンボツルダの付き人を務めた。1983年に、プロレス大賞新人賞を受賞。 トレードマークとなるワンショルダータイツはデビューからしばらく経ってから身につけ始めた。また、リングネームを本名から現在のものに改めたのはさらにしばらく後のことである。来日していたハーリーレースを通してアメリカのプロモーターから日本人レスラーの派遣要請があり、海外への武者修行を熱望していたことが選ばれ、1985年に海外遠征を行う。 現地では、ベトナム人レスラー、ホー,チー・チー・ウィンのリングネームで活動した。また、1986年には、テネシー地区で、佐藤明夫と日本人タッグを組み、同地区のインターナショナルタッグの初代王者となっている。当時、大相撲で、昭和38年生まれの力士たちが、花の三八組と呼ばれて活躍していたことを受け、MBS テレビが、 中村厚夫の地球発22時で昭和38年生まれの元力士たちのその後を追った番組を制作した際、番組の目玉の一人として遠征中の近況が紹介されたことがある。現地で全日本女子プロレス参戦歴を有す女子、プロレスラーのデスピナ・マンタガスと知り合い結婚している。しかし全日本プロレスより帰国命令がなく、そのまま現地に定着。 帰国命令がなかった理由は、後藤は現地で結婚して引退し、アメリカにそのまま定住した、と全日本から思われていたためとの説があり、ジャイアントババがトークショーを行った際、ファンから後藤の近況を聞かれたババが、向こうで結婚して、プロレスをしていない胸の発言をし、これが週刊プロレスの記事として取り上げられたことがあった。 またプロレスラー以外に調理師として生活していた時期がある。遠征中の1989年に大仁田敦氏から誘われ、全日本プロレスを退団し FMW の旗揚げに参加。団体を起こすにあたり、自分を支えてくれる選手が必要と感じた大仁田が、ひょんなことから連絡先を知り誘ったものであった。最初に大仁田から連絡が来た時に、 ジャンボツルだから電話がかかってきたと勘違いしている。全日本プロレス対談前には、けじめとしてジャイアントババに FMW へ移籍する旨を伝え、正式に認められている。当初は謎のベトナム人、レスラー、ボートピープルジョーとしてマッチメイクされていたが、リングインすると同時にマスクを取り、後藤だ。帰ってきたぞと叫んだ。同年12月には、 高楽園ホールで大仁田と組み、松永光弘、ジェリー・ブルネマン組を相手に、日本初の有志鉄戦デスマッチを戦った。1990年初頭に開催された、総合格闘技オープントーナメントでは、準決勝で大仁田を破る金星を挙げたものの、決勝で、元、新日本プロレスのクリス精神に敗れ、準優勝の成績を残す。同年8月4日、 塩止め大会にて大似たと、史上初のノーロープ融資鉄線電流爆破、テスマッチを行い、この試合が、プロレス対象年間最高次愛賞を受賞。爆薬を使った視覚的インパクトの強い試合は、週刊プロレス、週刊ゴング等、プロレス誌の表紙をも独占した。1991年、インディ団体としては破格のビッグマッチである。 川崎球場大会のメインイベントで再び、大仁田とノーロープ有志鉄線かなアミ電流爆破、デスマッチで戦い、3万人を超える大観衆を集めた。このあたりから、キシンというニックネームも定着し、地味ながら安定した実力を見せることは、FMW ファンの強い信頼を受けるようになる。暮れに行われた、世界最強総合格闘ギタークリーグ戦には、大仁田と組んで参加。 東京米 NK ホールでの決勝戦で、柔道家のグリゴリー・ベリチェフ、コバクルタニー・ゼグミを破り、優勝。世界マーシャルアーツタッグ選手権の初代王者となった。1992年1月、大阪でビッグ、タイトンを破り、世界マーシャルアーツ選手権を奪取。これが、後藤の日本での初のタイトルとなったが、3月には、 元ボクシング世界ヘビー級チャンピオンのレオン・スピンクスに敗れ、タイトルを失った。1994年3月、王領国国技館大会にて大仁田と組み、天竜源一郎、アシュラ、原組と対戦。後藤のアシストもあり、大仁田が天竜にフォール勝ちするという番狂わせを演じた。この試合で二度目のプロレス対少年関西工事愛賞を受賞。 1995年、大仁田の引退試合の対戦相手に決まっていたが、その直前になり、突然対談を発表。ミスターガンノスケ、大仁田ジュニアを率いて、FMW を離脱する。大仁田との引退試合を放棄し、それをメインイベントとしていた、大会一週間前に団体を対談するという、あまりの異常事態により、ファン、マスコミ、FMW も大混乱に陥る。 この時開かれた対談する3人による記者会見では記者からも事情を説明する様子よう強く問いただされたが、後藤らはオウニ似イ引退試合を放棄し、その数日前という直前に対談を決意するだけの何かがあったことや、FMW が嫌いになったわけではないと語るだけに、止まり、この時舞台の裏側で何があったのかは関係者がいずれも口を固く閉ざし、 今もはっきりした原因は明かされていない。ただし当事者の一人であるミスター・ガンノスケは、自身の YouTube チャンネルの中で2021年にその真相を語っている。ガンノスケによると、引退試合2週間前の地方巡業先で、後藤欠席の元大仁田から、大仁田の引退後、後藤を FMW から排除することを、男子プロレスラー全員の前で通達された。 当時アングルで敵対はしていたものの元付き人であったミスターガンノスケは食事の席でたまらず後藤に告白した。よくは思わない後藤は後楽園大会の前日あるホテルにガンノスケ、新山、市原、事務員を交えて話し合いの場を設けた。まずガンノスケが引退を表明し続いて後藤そして市原が続いた。新山は 高楽園ホールへ戻って大仁田と話し合いをするというものだった。岩ジャパンとは一切前もっての話し合いはなかったと証言している。はやぶさの著作の中にも、後藤より先に、ガンノス助が辞めると言い出し後藤は、お前が辞めるなら、俺も辞めると言った。そのくらい我慢できないことが、俺たちにはあったと述べている。大仁田の引退試合の相手ははやぶさに変更された。 FMW 離脱後の後藤らは、新 FMW を名乗り、岩ジャパンの後楽園大会に乱入。FMW で、自らデビュー戦の相手を務めた、中牧昇治らとの交想に突入する。同年8月、川崎球場において、ダンスバーンの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦し、好勝負を展開するも敗れる。この頃、 アルティメットファイティングで日本人格闘家が敗退し続けていたため自分が UFC に出ると宣言するが UFC からデスマッチ等の流血を伴う危険な試合が多いという理由で拒否される。1996年第1回メモリアル力道山工業に登場した際にはメジャー団体の象徴とも言える聴収力がインディー団体を批判した一方で 後藤に対しては評価する発言を行う。同年、インディー統一機構を名乗る FFF に、冬木軍、折原正らと共に参加するも、同団体は旗揚げ戦前に倒産。1997年には、ウォーマットを中心に暴れ回り、同団体の竹井正友社長が、プロレスデビューした6月の後楽園、ホール大会でも、対戦相手を務めた。 7月の両国国技館大会では天竜のデビュー20周年試合としてメインイベントで一騎打ち。多くのファンは両者の真っ向からの激突に期待したものの、後藤は天竜のリングシューズを脱がしにかかるなど反則攻撃に終始した。この数年間にわたって自らが座長を務める新 FMW も R2 はと川振動師団、 ターザン後藤はじめ派と衣替えを繰り返した。この頃、冬季行動の発案で、FMW への出場が計画されたが、所属選手たちの猛反対と、後藤本人も拒否し、後藤の FMW 再登場は、幻となっている。2001年には全日本プロレスに、約16年ぶりに参戦した。2002年、埼玉県春日部市に、 同条件プロレス会場のカスカベインディーズアリーナを設立。同年10月の全日本プロレス、日本武道館大会では、本間友明とタッグを結成し、テリーファンク、アブドーラザ・ブッチャーと戦う。2005年には四冠王者の小島里島でもが、ターザン後藤はじめ派の清水大会に参戦し、後藤とタッグマッチで対戦。2006年には、カスカベからの移転で、東京、 浅草に浅草インディーズアリーナを再興。この会場は浅草ファイトクラブという店としても営業し、プロレスを見ながら飲んだり食べたりできる店として、インディーファンを楽しませ、特にちゃんこ鍋を注文すると、自ら調理をするという念の入れようであったが、現在は浅草のインディーズアリーナおよびファイトクラブは閉鎖されている。自らの団体での活動と、 並行して、全日本プロレスから分派した、診断タイキングスロードの旗揚げ戦に参戦するも、後楽園ホールでの旗揚げ戦では怪我のためか、影武者に試合をさせ、自らは、場外乱闘に終始した。2009年11月6日、12月24日自らのデビュー30周年工業を、FMW 再旗揚げ工業都市 FMW の活動再開を表明した。 2010年からターザン後藤をはじめ派を母体としたスーパー FMW として団体化。また、東京都墨田区で団体名と同じスナックを経営している。2014年に朝鮮党プロレス FMW の名称で新イベントが起こされ、大仁田厚氏により参戦を呼びかけられるが、2016年までの時点で応じていない。 また、スーパー FMW の興業自体も2014年10月26日、シアダー1010 10大会を最後に一時休眠状態となっている。2017年7月16日放送、ABC、新婚さんいらっしゃい。に、再婚相手の妻と共に出演。現在は、妻の経営するラーメン屋で修行をしていることが明らかにされた。全日本プロレス在籍時から。 後輩のコーチを受け負うようになり、若手時代の小川義成が教えを受けている。さらに、FMW に移ると、大ネタ氏から、選手育成を任されて、新弟子指導を一手に引き受けるようになる。はやぶさ、ミスターガンのスケ田中正虎が後藤から基礎を叩き込まれた。そして、FMW が男女混合団体だったことから、女子選手の指導も行い、教えを受けた。 シャーク土荒型団体に進出した結果、それまで全女流の作法がほとんどだった女子プロレスのリングに後藤の作法、さらに言うなら後藤の師匠であるジャイアント馬場の作法がもたらされることにもなった。長与千草がこの剣に触れて腕の取り方一つとっても違うので面白いと語っている。現在も選手育成に熱心で自前の若手選手を送り出し続けている。 2008年12月25日のニューハーフプロレス団体ダイナマイトバンプ旗揚げにも一役買っている。ありがとうございます。